安藤瞳は愛知県出身のプロボーラー。ジェイプバ第43期生。ライセンスナンバー469。透明ボール。BS 日テレで放送されているボーリング革命 P リーグでのキャッチフレーズは q t i ズ。高校卒業後に日本プロボーリング協会のプロボーラー資格取得テストを受験して合格。P リーグには第一回次世代 P リーガー発掘プロジェクト。 合格後、第36戦から参加している。P リーグ初勝利は3回目の出場の第39戦。初の決勝進出は第44戦。第2シーズンはシーズンチャンピオン決定戦に進出。14大会ぶりに決勝へ進出した第61戦で自己最高の準優勝に入った。2013年4月まで所属していた。 同年3月末に閉店した、豊川エースボールから、赤ボーリングセンターに移籍し、その後2015年2月より、透明ボールに移籍した。キャリー・パミュ・パミュが大好きで、第42戦では、彼女のファッションをイメージした衣装でプレーした。小学生の時に、接触障害を患っている。現在は回復しつつあり、プロボーラー活動の傍らで、 接触障害に関するイベントや啓発を行っている。ありがとうございます。